もしもディフェンスができるアーノルドがいたら、それはもう文句なしに世界最高のサイドバックやのになぁ。見ろこれ FB コナタ系の守備力を身につけたダーの姿を、もうコナタですよコナタ、マジヒューがコナタ。ディフェンスするアーノルドだって普通に考えてやばいよ。あの攻撃力をノーリスで手に入れることができるからね。このまるで無料の援助交際やー。しかもなんやかんや初期数値が優秀で、パスもできりゃスピードもあってみたいな、スタミナも十分あるという、普通にまあまあ強そう。というわけで今日はこの全世界待望のディフェンダーター、まあ、通常ディフェンターを使っていく、うかげちゃーん。しかもやっぱりこのディフェンスができるアーノルドの強いところっていうのは、このナロー系主人公のところやんな。なんだこのクソガキみたいな感じでかかっていったらめっちゃ強いみたいな、そういうパターンね。まあおそらく相手はアーノルドっていうだけで、舐めてからドリブル突破かましてくるわけですよ。そこにこの敵の守備力だー。ボール速攻で奪って相手の攻撃の終着点、こっちの攻撃の起点になっていこうという作戦。まさしく戦術アーノルド、通用するのかしそう。相手左ウィングエンバペ。ってことは間違いなくドリブル突破してくるや、これを止める。しょっぱなから相手が最強かよ。まずもうやってることワンパンマンじゃねえか。それ以外のシーンにおいては基本的にレアチャレが普通に言うとやるんですけど、やっぱりアーノルド中心に攻撃を展開していきたい。縦パス、ワンパ持ち、グラパ80は普通にパス通せる。ブロゾビッチ、ここね。さらに行きます。30通せる。中持ってけ。ダブル、エラシコは気持ちいい。ここも中蹴っとけ。オーラメッシー、回収じゃ。一体どうする？メッシは打ちまーす。入りまーす。すげえ。最近使ったセンターフォワードの中で一番強い。それはリオネルメッシをフリーした。そうなるわな。そして相手はおそらくエンバペ使ってくんじゃねえの。エンバペ使ってこいや。バカか、お前。アーノルド、これすかさずボールを回収する。いい守備意識が高さやな。やっぱり、なんでだよ。自ら窮地を作り上げてから自分のディフェンスの機会を喪失しとる。お前、いつかその守備大好きこれなっちゃったや。得意なことが変われば性格も変わるということなんでしょうね。ナイス、サンチョが一回拾っとくな、これな。まあ、前持っていきましょうか。間違いねえ。俺勝ちてえからよ。サンチョバースト。あ、これもね、アーノルド相手アーノルドは弱い。弱い。いいなあ、その程度か。まあ、それが本来のアーノルドってことなんですね。余裕でぶっ飛ばされる。うちのアーノルドはそうはいかねえから。なんかやります。メシ、ワンシューだ、バーチ！早く攻めてきてほしいもんだぜ。お、なんかプレスキック普通に前。勝て。ワンチャンボールで打ってみよう。入っちゃうんじゃないことはない。ちょっと一発隣適当に突っ込んでみるか。うわ、うまいこと言っちゃうわ。で、アーノルド、守備力も振ってるか。ワンパもうまい。よくないガチで。これ守備がどうか次第ではマジでガチ使われるな。アーノルド回収してからパス。いや、インパクトの人なかったらその攻撃の A 終わっちゃってますね。こっち、山頂。ボール、ドリブルしない。ブロトビッチ。中入れてからメッシから逆サル展開。はい、バペが、あーウェイ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 、ずっと、かしおれ。しかも、アーノルドから攻撃が始まってること皆さん感じておられますでしょうか。そういうことなんですよね。この最低限の攻撃力で十分火種になってると。素晴らしい。いや、いいね。しかもめっちゃ上がってくる。おいおいおい。ディフェンス大好きっ子なんだと思ったら、攻撃も昔と変わらず大好きっ子ってか、たまらんな。おい、この程度がてめえのアーノルドやるじゃねえかよ。これでムバッペから攻めてくれれば最高なんですけど、来いよ。来た、アーノルド。この一対一、絶対勝てよ。集中。取れるさ、なんでだよ。なんで取れんかった。取れ、トモリすごい。今ちゃんと体ぶつけてからさ、ボール回収したじゃなかった。なんか取られたやけど。あと、いや、ブロゾビッチが仕事しちゃったな。またヘンダートに頼ってみたいな感じになっちゃってる、これ。ブロゾから立って、メッシを落とせ。ナイス、すごい。とんでもないイケメンだ。落としまくり。で、これスルーパス出しといて、メッシが、シュートどっかー、いや、やべえ。レイバーチャンネル沼ってる時、中距離からシュート打ちがち。フレースキックはアーノルドと。これマジでなんかあれだな。ディフェンス数値16振りぐらいしてからスピードちゃんと振ったアーノルド使いてえな。間違いない。このパックのアーノルドこれで育成しよう。いや、こういう時もみんな見てくれ。一番このボールに近いところでアーノルドがクリアしたそうにこちらを見てるぞ。さすがだな。でも変わってきてるな。昔のアーノルドはもう跡形もなくなってる。いや、通らないです。頼みます。いや、通れたら最高。まあ、通らなくてもしゃあない。取れる。ロアゾン、危ない。よっしゃー。マペ弾いて、弾いてな、弾いて、よっしゃー、ピタシュー、うまいぞー。今、アーノルドコース入っとったけど、なませかったな、あいつ。おい、お前、趣味の意識上がっとるけど、そこから先何も変わってないよ、お前。手浮かよ、お前。2列目から飛び出し、ジョレンテをぶち込みますわ。正直、アーノルドの前に2列目から飛び出しなんて置いたら終わりなんですけど、うちのアーノルドの場合、問題なし。ミサイルはアーノルドだけで完封してみせるぜ。なんならこれ、左から切ってって、右に誘導していこう。お前、これやめろな。ナイス、隣だ。最高で、アーノルドが取れます。いや、普通に攻撃性高いよな。ゼロ振りでも十分、ジョレンテからこう、エイブラムする。うまいよー。さあ、取れるかな。これだ。でも、ここにアーノルドがいいから問題ない。ソン・フンミンはアーノルドぶっ潰す。おらー、どうだよ。ちょい、トモリ、おい。アーノルドごと行くな。ひどいだろ、お前。ドンパッチかよ、こいつ。ちょ、勝て。危ない。アーノルド、これ勝ち。一回拾って、
取れてる、え、取れてる、これ、あ、取れてる、すげえ上手、いや、ちょっと水っちゃった。でも相手がボールを持ったらこれ結果はない。アーノルド戻ってこいよ。俺はこれソンフミンの足を止めとくわ。だってその間にアーノルドが帰ってきて、あ、トモリ強すぎダメだ。ジョレンテ回収、アーノルドなんか高い位置でプレイしてんな。もっと低い位置でディフェンスしてほしいのに、なんかパスめっちゃ通りや。あ、なんかやられてる、ちょっとかわいそう。なんでだよ、レッドカード、すごい。おい、向こうのところが退場させてるやけ。なんという力だ、勝った、防御最大の攻撃。1、10、100、1000、満場目アレキさんだー。アレキさんやばくねっすか。どういう手法を使ったかは知らんが、ルンメリゲ潰したぞ。アーノルド今日も元気です。今回もジョレンテとかぶち込んじゃってって感じでいきますか。で、相手も同じく433で、左ウィングはネイマール。ええー、半径ネイマール VS アーノルドなんて、本来もあれですよ、猫対トラみたいなもんですよ。しかし今回はトラ対オロチドッポ、いけるぜ。最近沼った次の日のね、イフトボールうまいこといかじゃないの。アーノルド来た。ここの1対1マクシマンがいい勝負できたよ。スピードっていうところに関しては若干厳しいので、トモリ行かせてもらいます。すいません。これは仕方ない。今のはどうか。で、アーノルドが中にボール蹴って、その攻撃の時の貢献度もね、もともと高いのがいいよな。中入れてペドリがワンパー。いいよ。エブラハムワンパー。ムバッペ。これは中入れてペドリからスルーパスでエブラハムが抜け出すって作戦。バーストバースト。タイムネー。ここ、サンチョ。で、サンチョがボール持って待っとったら、そう、あの男が帰ってくる。トレント・アレキサンダー・アーノルド。縦パスだ。どうだ、おい。なんだこれ。なんで俺攻撃面でこれ、アーノルド消化してんだ。バペ。巻いちゃおう。いや、ダブルタッチの綺麗、いけるー。これ、ロバルソン、これ、アーノルドでやりてえ、これ。また、アーノルド上がってて、お前、いつまでだって、お前は、アーノルドだな。いいパスじゃねえか、シュート、エムエム、バッペはシュート。守備見てえわ。もういいわ。もう分かったか。いや、決めなさい。バッペ、いやー、あっ、どうよ。なんでだよ、お前。アホか。よっしゃ、ダブルタッチ。男レオチャンネル、今回目覚める。最高、入れやー。クロスバード、ゴールポスト、右。セアしてやったぞ。あと左だけは行くぞ、俺。はい、どれで、ここから、そろそろこっち。アーノルド上がってきたな。いや、アーノルド上がってくんの、お前下がっとけ。お前、ここで守備すんだろ。おい、食防機すんな。あ、守備意識低いぞ。アーノルドどこや、あいつ。お前、高えな、位置が。ジョレンテがサイドバック決定じゃねえか。おい、言うこと聞くな、そいつの。サンチョ、ターで、ここ。いや、うまいな、おい。攻撃の攻撃度高くね。落としてまんし。それで、ヘイ、うまい、ニュー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 。また俺タコアチなっとるやん。こうなったらもうあれだな、あれするしかねえな。4123だ。これでアーノルドが上がってくる可能性も低くなるし、なおかつアーノルド、お前が負けたらうちは負ける。頼むぞ、チームのため戦ってくれ。コナーリ、エンクング。これスペルパ通ります。嘘です、これ頼むぞ。よいしょーい。ここでアーノルドが来るか。いやでもこれマクシマについていけてる。これよ、これ、ワンツーにしっかりくっついてる。しかも相手マクシマ、どうだ、これが新鮮アーノルド。初めての守備で大金星。ロバルソン、ここからカウンターっすよ。ロバルソンとアーノルド役割が入れ替わってる。運命だとか、おばんこ、おばんこだー。君の縄じゃなくて君の縄じゃねえか、これ。おい、サンマクシマン怖くねえな、おい。しかもね、これね、アーノルドを負けなかったということは、相手に精神的なダメージを与えるから、そのターンが来なったとも知らずに、なくアーノルドにボールを渡したんで、アーノルド、これ前で処理できない。なら、こっから、もう一回来るところを俺が確実にカットする。アーノルドを使ってな、このディフェンス能力、ただ、お前、北斗の剣になっちまったよ、ターンが。エイブラここ、中入れて、レン君グバーストスルーパス、こっち、ムバッペのボール、アーノルド、これ、空中点だ。え、待って、分かってないか、このディフェンスセンス、出足が早いんですよね。で、こっから中入れて、パス、攻撃の攻撃度も高い、世界最強サイドバック、バック出してやがる、今回だ、いけ、おい、決めろって、お前ら、おい、全員アーノルドが一番強いやんけ。お前、どのポジション、おい、でも私だと答えるぞ、これ、アーノルド、おそらく。これ、落として、こっから立てますよな。攻撃始めるときもアーノルド、相手の攻撃が終わるときもアーノルド、ペドリが主導決める、おら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 、あたたたかるぞ、おら、おら、おい、強い、強すぎるぞ。相手の攻撃の絡みであろうエースキャラクターを一人で完封してやがるぜ。アーノルド空中戦、ネイマールだったら勝てる、勝てなかった。しかし、この後のアーノルドの動きにご注目ください。隣、これはね、ちゃんと左側切っておいて、このアーノルド、ネイマールの一対一を誘って、来いよ、誘い乗れよ、マジでそこでぶっ飛ばしてやるから、来いよ、おい、来い、アーノルド、ネイマール来い、アーノルド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 、この戦いでチームを救った。怖がられたネイマールから、ボールカスタラってますよ。これが新生、トレント・アレクサンダー、ゴッドアーノルドだ。やばい。しかもあいつもともと無印サイドバックやからさ、こういう守備とかちゃんとやってくれる、でけえ、最強じゃねえか。めちゃくちゃ強いやん。え、あんな一
に対してボール奪われてから攻撃の時も全然足引っ張らんどころか、もはや中心力強すぎる。 GTA だ。ゴッドティーチャーアーノルド来た、これマジで。やばすぎる。攻撃と守備の教えをこいつに解いてもらおう。サイドバックの概念をね、もう壁かごとくハンマーでぶち壊してきやがった。本物じゃねえか、お前。ていうことで、7回2勝してからね、ディビジョンさんが手届いちゃってるんで、普通にこの GTA を戦力の一部と考えて、ちゃんとイフトします。いこう。よーし、もううちは勝利確定だ。あ、アンカーの控え忘れた。いや、これはまずいなとか思ったけど、守備に関しては問題ないなって。GTA がいる。相手異常状態ペルバカ者。そんなんで俺の GTA 突破できると思ってるのか。ネメッシダメ。あ、それやられた。でもアーノルドは前で処理ができます。ディフェンスセンスよ。すぐに体前行っちゃうからね。で、上がってきてアーノルド攻撃性のも昔のまま変わらね。これが世界最強サイドバックだ。神クロス。いやー、空中で、ね、相手からボール奪ってからクロスまで蹴ったんやけど、もう言うことないだろ。つけ好きあるかと、タマさん。リョウカルバが途中で帰っちゃうくらいの圧倒的な性能ね。ボール持ってから立てますね。いや、やらかしたと思ったら自らのボールにする。立てていきましょう。スタジオ。いやー、かられた。あー、ノルドの守備、バカめ。お前、帰り際にボール回収してくぞ。そして、ボールが事故ることもない。もともと足元数値は定評ありますからね。で、こっから、ピーター・シュマイケル、ロングボール蹴っていく。エングス、バンバン、ナイス。で、ムーバップで最後。それだ。で、ロバーソが上がるわけよ。右が思考だと思ったが、左が思考だよ。行くぜ、バメ。ここだ。一軍、スタジオ。おすげえ。よし。と見てくれて、待って。これないよ。いける。アーノルド取ってくれ。トモリがいた。アーノルドのうちはトモリで、こっからクロスとなったら、あ、間違えちゃった。でも、ゴーレ。エン君くん、こっち。すいません。違う、メッシや。メッシや、そこ。あ、バカ野郎。もうスルーパスでむずい。でかい。立て。よし。エン君くん。立てます。来た。そういうことで、ピロリ、タッチバカ。ちょっと AI が良くない。なんで今ので前向かうのかな、普通に。くん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 。縦当てられる、これは。縦当てるとか当てとけ。ちょっと待って、なんで。よっしゃ、ペロル。いや、ちょっと、ペロられる。メシコチ。エマベリー。2! なんでダメだよ。アーノルド返したよ、おら。いや、クソ。とりあえずアレクサンダーズを奪ってから始まるのに。だが、お前、GTA の寄せるハヤトのボール出し率は、もう、チームトップクラス。で、私はここにね、ブロゾビッチをぶち込みます。本来、アンカーを置かなければいけないところも、プレイメーカーをぶち込める。なんでかって、GTA がいるからな。より攻撃的な布陣で敵をぶん殴ることができるわけよ。サンチョ回収。でかいよー。立て。よし。来た。立てていける。取れて取れて。よし、ここ三丁ダブラッチ行くぜ。根拠だ。うわあ決めろー。お前、アーノルドがケツ持ってくれるからって適当に攻撃しすぎな。マジでちゃんとやれ攻撃陣。ブロゾ、こうなったらアーノルドの力を借りて。なんでそうなった。マジで。いや、トモリ危ねえ。レオン裏抜け出せ。いける。うん、奪えろ奪えろ。よっしゃ、チャンス。で、アーノルド、これ、ディフェンス、勝てます。前で勝利できる。ディフェンスですが違う。前行って、レアを潰す。今ね、来い。うえー、ボールがない。アーノルドがいるから無限アーノルドだ。奪い返せ。やってきそう。よっしゃ、でした。気をつけろ。危ねえ。トモリ、トモリ、よし。前行けろ。マウント。タレ。ゆーる。タレ。よし。押せ。レオン。レオン、それ、なら行け。レオン、お前ら、全部ぶち壊せ。ぶち壊せよ。よっしゃー、それじゃ、それそれそれ。そう、で、シュマイケルからアーノルド。で、アーノルドがボール持ったら事故る確率 0%、 フライバー成功確率 100%。 さら、落とせー。ワウントが拾っていく。これですよ、これ。まあ、アーノルドにボール渡しがなんとかなるんだから、サッカーは。ここはクロス、止めるよ、俺。クジュセ、ともに落とせ、落とせ。いい、何でもいい、弾け。よいしょ、ドリャアーノルド様、神に感謝。巨人軍と、リアブル優勝、いいぞ。